はい、皆さん、こんにちは。ジョーマジックです。え、本日はね、パークからの映像ではないんですけれども、え、大好評のですね、え、混雑予想動画でございます。え、今回はですね、2020年の3月のですね、混雑予想をしていきたいと思います。今回なんでね、こんなに動画出すの早いのかっていうと、まあ、やっぱりね、あの、Twitter とかね、あの、YouTube とかですごい評判がいいんですね。あの、ジョマジさんのが一番当たるから参考にさせていただいてますっていう声が本当に多いので、 ま、今回は早く出してですね、皆様の参考になればいいな、ということで、え、投稿をね、もうすでにさせていただきたいと思います。で、ただね、あの、コロナウイルスの影響で、結構、ま、あ予想よりはね、ちょっとね、空いてるかなって思うんですよね。まあ、特にあの、春節ですよね、あの、あの、1月の後半ね、あの、春節の時期だからめっちゃ混むよって、中国人超多いよって言ったんですけど、 あの、ま、あ案の定ね、あの、まさかのコロナウイルスっていうのがね、え出ましてですね、あの、中国人がね、まあ、初日とかね、2、3日はね、かなりいたんですけれども、え、最近ね、行くとね、そこまでね、中国人の方いなくなってるなと思うんですよね。まあ、U ターンラッシュにも入ってるらしいんで、まあ、そのせいもあるかもしれないんですけど、あのー、まあ、去年ほどはね、 中国人の方ね、いないなって正直思います。はい。なので、まあ、そのコロナウイルスとかね、あと天候とかによっては、えー、少なくなるのはね、もう当たり前ですし、まあ、コロナウイルスは本当にね、今後どうなるかわかりませんのでね、ま、あ一応、コロナウイルスのことを考えずにね、一応今回ご紹介させていただきたいと思いますので、そこはね、ご了承いただければと思います。まず皆さんにね、ちょっとね、ご質問したいと思います。東京ディズニーリゾートで一番混む時期っていつかわかります イースターとか夏ディズニーとかハロウィンとかクリスマスとか正月とかね、まあ、いろいろあるんですけれどもいつだと思いますそうハロウィンでもねクリスマスでもないんですよ実は言いますと一番混む時期3月なんですねはいということではっきりはしてください3月はめっちゃ混みますもう本当にね冗談抜きで1年間の中で一番混む月が3月と言われております えー、年賀さんも、ね、正直、一番ね嫌いっていうね、まあ、正直、ジョマジもも、ね、あんまり好きじゃないです、3月、はい、そのぐらいの、ね、レベルでございます、はい、もうね言わせていただきますと平日もですね土日レベルだと考えてください、えー、なのでもうまずね混雑予想言う前にはっきりと言わせていただくんですけれどももし3月行きたいよっていう方、えー、この中にいらっしゃると思います言わせてくださいいいいい月行かない方がいいと思います、はい、もうそのぐらい混みますからね気をつけてくださいね。 ま、それでもね、やっぱりね、3月にしか行けないよっていう方とかも、絶対いるはずですので、もちろん今からね、詳しくは解説していくんですけれども、じゃあまずは、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーですね、2つのパークを含めて、注意した方がいい日というのをですね、ご紹介していきたいと思うんですが、はっきりね、先ほども言いましたけれども、毎日ですね、はい、正直な話ね、本当に毎日。 はい。マジで1年間で一番混む月になりますから、マジで気をつけてください。で、平日とね、休日、もうほとんど大差ありません。もう平日もね、休日レベルだとね、思っていただければと思います。で、まずね、これがなぜなのか。ね、皆さんね、あの、聞きたいと思うんですけれども、あの、高校生とかね、大学生、まあ中学生もそうなんですけれども、もう春休みになっちゃうんですよ、3月に入ると。ということは、もう学校がない。じゃあどこに行くってなると、東京ディズニーリゾートに行く方がね、やっぱ多いわけですよね。 もう日本で一番ね、あの、来場者数が多いって言われてるのが東京ディズニーリゾートですから。日本中の学生たちが東京ディズニーリゾートに集まりますから。めっちゃ混みます。えー、特にね、気をつけていただきたい日も、これがね、また結構あるんですけれども、えー、特にね、あの、第1週目はまだいいんですよ。第1週目は。えー、ただし、2、4、10ですね。はい。2、4、10はですね、高校のね、入試なんですよ。 はい。特にね、この240なんですけれどもえ、東京と千葉、そして神奈川県、まあ、隣の県ですよね。隣の県の入試なんですよね。えなので、普通のね、240って平日なんですけれどもえ、このね、隣の県の高校がね、入試なので、もう絶対ね、ディズニーリゾート来るんですよね。えなので、この240、はい、まず気をつけていただけたらと思います。 はい。え、高校のね、入試ということは学校が休みなので、もう学生たちが来ますよ。っていうことですね。240。はい。で、えー、3月のね、第1週目に、あの、大体ね、高校生のね、卒業式がね、行われるんですよね。え、なので、まあ、1週目はね、まだ、マシ。うん、混むけどね。めちゃくちゃ混むんですけど、まだマシなんですよ。はい。2週目以降が特にもうめちゃくちゃ混むのでね、 本当に気をつけていただきたいと思います。はい。特にね、アトラクションですよね。あの、学生ってもうアトラクションしか乗んないじゃないですか。もうショーパリ全然見ないじゃない。だから、もうアトラクションがでも軽く100分超えるもんばっかりなんですよね。例えばディズニーランドの三大マウンテンとか、ハニーハントとかね、モンスターズインクとか。もうそういうね、大人気アトラクションとかも軽く100分超えます。はい。で、ソワリンはもちろん。 ジャーニー・トゥ・ザ・センターオブ・ジェアスももちろんですね。はい、タワー・オブ・テラーとか。ね。もうこういう絶叫系とかはもう学生大好きですから。もう軽くね、マジで100分超えますんでね。はい、本当に気をつけてください。特にアトラクションですね。で、今現在、なんでね、混むのかっていうとえ、春キャンですね。あの、キャンパスデーのパスポートやってるんですよ。で、これがね、2020年の3月19の木曜日なので、え結構ね、 この周辺もね、気をつけた方がいいと思います。あの結局ね、春キャン終わったとしてもね、めちゃんこ混むんですよね。あの学生同士て春休みなんで、春キャンが終わろうがね、やってようがもう関係なくめちゃんこ混むんですけれども、この3月19付近の、ま、大体2、3日はね、もう特に混むんですよね。あの、駆け込みですよね、本当に。あの、春キャン終わるから、やべえ、今のうちに行かなくちゃっていう、最後の最後のね、追い込み、インパの方が多いんですよね。はい。なので、19日から、ま、大体ね、 うんまあ15から19ぐらいかな。15から19ぐらいは、え特に混むんじゃないかなと思います。はい。もうここもね、気をつけてくださいね。なのでね。で、まあ今も言ったんですけれども、もしね、あの、キャンバスで終わったとしてもね、関係ないですから。はい。もうか、学生ね、もうめっちゃ来ますしえ、ファミリーもめっちゃ来ますから。もう本当に関係ない。もうオタはね、あんま来ないかもしれないけどね。まあ、その分学生とかで、ね、もめちゃくちゃ来ますからね。マジで気をつけてくださいね。え、3連休。 ね、3月の中で唯一の3連休なんですが、えっ、ー、とね、20から22ですね。20から22。二、はい、ここがね、3連休となっているんですけれども、はい、ここはもちろんですね、もちろんめっちゃ混みますから、3月唯一の、ね、もう祝日ですから、もう100%混みますよ。で、20日がね、一応金曜日なんですけれどもね、はい、金土日でね、休み取る方がいるでしょうから、もう間違いなく混むからね、まあここを覚えておいてください。え、秋分の日ですね、ちなみにね。はい。で、あとね、 あのー、まあ、特にね、後半になるにつれて、どん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 もっと混んでくるんですけども、え特に混むのがね、25あたりからですかね。あの、千葉県の高校生が、だたいね、25付近がね、春休みになる学校が多いって言われてます、今年は。で、え東京ですね、東京は26っていうところがね、多いので、え25、26、まあ、もちろん24とかもすげえ混むんだけど、25、26あたりはもう、 あの、卒業式とかね、もう春休みになる可能性がめっちゃんこ高いので、25あたりからね、さらに混むと思ってください。はい。えー、なのでね、はっきり言って、あの、平日でもね、制限かかる可能性大です。もう本当に土日レベルになりますから、あの、日付指定券、もう事前に買っておきましょう。もうそれの方がね、おすすめですね、本当にね。はい。で、あとね、東京ディズニーシーの話になっちゃうんですけれども、東京ディズニーシー、3月の25日、何があるかわかります ね、そう、今現在夜のショーをやっております。ファンタズミックがですね、最終日なんですよ。ね、3月25日。もうただでさえ東京ディズニーシーめいちゃんこ混むのにね、まあ、アトラクション、あの、絶叫系多いから、ただでさえ混むのに、ファンタズミックが最終日なわけですよ。っていうことはもう東京ディズニーシーやばいです。二、は、十、い、25日本当にやばいことになると思います。え、特に、まあ夜ですね。まあ、 うんまあもしかしたらね、制限かかるかもしれないですけど、まあ多分夜になったらね、制限は解除されるとは思うんだけど、結局はこのファンタズミックを見るために、もしね、その日、まあ、仕事とかある人もいると思うんですけれども、その仕事帰りにね、ファンタズミックを見るためにバン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 多分ね、入ってくると思うんですよね。なので、もう朝から夕方ぐらいもう学生めっちゃ多いんですけれども、それ以降もね、あの会社員が増えて、もうズミックのためにどん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 オタが増えてきますから、もう一日中混むと思いますよ。 はい。なので、25日もね、非常にお気をつけください。はい。で、あとね、27なんですけれども、ディズニーシーのですね、あの、グリーティング、ね、あの、クッキーアンのグリーティングドライブですね。クッキーアンがね、あの、車に乗ってくる頭と回ってね、まあ、手振るんですけども、まあ、それがね、ありますから、27からもね、まあ、地味に混むんじゃないかなと思います。 まあ、ステラルームはね、そこまであんまり混んでるように見えなかったんですけども、まあ、この時期ですからね、3月はもう本当に混みますので、まあ、プラス、このグリーティングがちょっと始まるっていうことで、まあ、少しね、オタも増えると思いますし、まあ、それ目当てのね、方も少しは増えると思いますので、まあ、ただ単に混んでるのに、さらにプラスでグリーティング分も増えちゃうということで、まあ、27からもね、あの、非常にご注意いただければと思います。まあ、特に27のね、初日ですよね。初日は本当にね、混むと思いますよ。 ということで、まあたいね、こんな感じですかね。まあとりあえず毎日気をつけろっていうのがジョマジが言いたいところだったんですけれども、まあそのね、あの240の入試の時期とか、あとキャンパスデーとかですね、えー、あとは3連休の時期とか、まあ、あとは卒業式ですよね。卒業式とか春休みとかね、またズミックの最終日、そしてグリーティングドライブとかね、まあそういう日が特にお気をつけいただければと思います。 はい。えー、それではですね、まあディズニーランドの方から、ね、解説していくんですけれども、えー、ジョマージュはですね、一応6段階でご紹介していきますので、まずこちらご覧ください。はい。一番下のが、まあめっちゃすき、すいてますよっていう色ね。はい。で、一枚がめっちゃ混んでますよっていう色。はい。このね、6種類覚えておいてください。OK。OK ですかはい。まあ3月ね、もちろんこんな一番下のは間違いなくありませんのでご気をつけくださいね。はい。では、 早速ですね、東京ディズニーランド行きましょう。こちら。ねーやばいでしょ。ピンク色でしょ。<laughs> もう真っ青とピンク色だよね。もうほんとすごいですよね。はい。ほんとこんなことになっちゃいますから気をつけてくださいね、マジで。え、ね。はっきり本当にインパしない方がいいでしょ。ねもうディズニーオータは、まあ、年パサはね、本当にインパする人いないですから。もうそのぐらいのレベルだと思ってください。年パサが嫌う時期って思ってね、はい。で、じゃあ、1日から行きましょうか。 えーとね、3月1日、まあ、日曜日なんで混みますけれども、まあ、まだね、春休み入ってはいないので、うん、まあ、まだ、セーフな日曜日だと思ってください。まだギリセーフの日曜日。ちょっと空いてるよっていうぐらいの日曜日ですね。はい。で、2、3、4、5、6は真っ青なんですが、あの、今までの真っ青と比べ物にならないですからね。そこ気をつけてくださいね。 この3月の中では、真っ青だけど、今までの、ジョマジディズニーチャンネルで、教えてきた、真っ青とは違いますから。うん、もう、平日の中でも、激コミの平日だって、思ってくださいね。はい。で、あと今さっきね、言ったんですけども、2と4なんですけれども、2と4、ね、一応真っ青にはしてますけれども、えっ、ー、とね、高校入試ありますから、えー、場所によってはね、学校休みの、 場所がありますので,で、ここにね、2と4にダーンってね、来る可能性ありますから、特に2と4、ね、色は変えておりませんけれども、まあ、3、5、6よりも混む青だと思ってください。もうただでさえね、この2、3、4、5、6、めちゃんこ混む平日ですけれども、さらにさらにめちゃんこ混む2と4の平日だと思ってくださいね。もうマジで気をつけてください。はい。で、7ですね。まあ、まだマシな土曜日。 混、ねまあ、むことは間違いないですよ、混むことは間違いないけど、まだましなね、3月の中ではまだましな土曜日っていうことで薄ピンクにさせていただいてますけども、まあ、下手すると制限かかってもおかしくないですよ、この辺ね。っていう、まあ、レベルですからね、ね、まあ、本当にちょっとマシなぐらいの、ね、土曜日だと思ってくださいね、で8も同じです、1よりは混みますから。はい 3月1日よりはもう混んでますんでね。もうここぶっちゃけ紫入れてもいいかなと思ってるんですけども。まあ一応ね、あのー、3月の中ではということで、まあ、空いてる方だよってことで、一応ピンク色にさせていただいております。はい。で、9、10、11、12。まあ、混むけど、まだましな方の意味で、濃い青です。はい。で、さっき言ったんですが、10日ですね。えー、10日がね、結構やばいと思うんだよね。あのー、4とね、 4? うーんーとに、ね、2と4二と四ってどこだったかな、うんー、まあ、そこまでは見てないんですけど、確かね、茨城県とか東京とかね、その辺だったんですけど、あの十、ー、10日はね、神奈川県と東京だったかな神奈川県と東京あたりの、えー、高校入試、なんですよね。えー、なので、まあ、2つの県の高校入試ということで、学校の生徒がね、まあ、2つの県の学校の生徒がガーン来ますから、まあ、ここピンクでもよかったかもしれないんですけど、まあ、とりあえず、 まあ、濃い青にはさせていただいております。まあ、薄いピンクでも正直いいと思いますよ、ここはね。はい。え、なので、まあ、先ほども何回も言ってるんですけど、240はね、気をつけてください。同じ青とは考えないようにしてくださいね。はい。で、1112はまあ、濃い青です。はい。で、13、まあ、金曜日ですけれども、あの、まあ、金土日とかでね、あの、休み取る方多いですから、金曜はね、正直結構混むんですよね。 うん、もうあの3月関係なくて、もう毎日ね、あの金曜日はとにかく混みますので、まあ一応薄ピンクにさせていただいております。で、14、はい。まあ、もう来ましたね、紫色。うん、この辺からの本当に学生どん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 増えてきますから、もうね、下手すると制限かけてもいいんじゃないですかね、この辺はね。はい、14はマジで混みますから気をつけてください。で、15、ね、14よりも空いてるだろうなっていう意味の薄ピンクですから、はい。 あのー、みますよ、15もね、もちろん。薄ピンクだからと言ってね、あのー、あんまり、あんまりね、うん、正直あんまりいかない方がいいと思いますあの、結構混みますから、マジで混みますからね。はい。で、16、17、18、19、もう平日ですけどね、ピンクですよ。ね、皆さん気をつけてくださいね。まあさっきから何回も言ってますけど、あの、平日でもね、あの、土日レベルになりますから。で、それがまさにこの辺からっていうことですね。ケ、OK、ー16、17、18、19、はい、もう薄ピンクですからね。 で、はい、出ました。20ですね。20祝日です。えー、終分の日ですね。え、20祝日ですから、もう間違いなく混むことは分かってらっしゃるですよね。皆さんもね。はい、もう間違いなく混みなさそう。で、21。はい、中日ですから、混むでしょうね。もうね、制限かかるんじゃないですかね。下手するとね。で、22。はい、3連休の最終日ですから、ここもやばいんじゃないでしょうかね。はい、もうただでさえ平日でピンクですから。はい、プラス、土日となったらもうどうなるか皆さんね。 お分かりの通りです。混みます。はい。で、23,24,25,26,27なんですけれども、このね、16,17,18,19の薄ピンクよりもさらに混んでるって考えてください。もう後半に連れ、に連れてもどん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 本当に混みますからね。はい。なので、この中旬の16,17,18,19も確かにピンクなんですけれども、この23から27の方がさらに混むピンクだと思ってください。OK ね。はい。 で、28、も土曜日ですから、この薄ピンクよりさらにしときますから、会社員とかね、増えますから、もう間違いなくめちゃくちゃ混みます。しかもこの日ですね、なんと、年パス除外日ですから、東京ディズニーリゾート側も、もうめっちゃ混むっていう予想されてますからね。もう多分制限かけても本当におかしくないと思います。気をつけてください。 で、29も同じくでございますで。制限かける可能性ありますからね、気をつけてください。はい。で、30、31もね、やっぱり薄ピンクということでね、もう平日でも関係ありません。もう土日レベルですからね。はい、こん、気をつけてくださいね。はい。ということでね、いや、恐ろしいね、3月ね。もうジョマジョマあんまりね、行きたくないですね、正直3月はね。もうそのぐらい、おっかないですよ。うん、もう学生だらけですから。 はい、本当にね、もう気をつけていただければと思います。えっと、ちなみにね、東京ディズニーシーに行く前にね、一応行っておきますがえ、休止のアトラクション。今現在ね、シンデレラ城やっておりませんので、フェアリーテイルホールがですね、4月の7日までやっておりません。で、オムニバス、3月の19日までやってないですね。で、バズライトイヤーのアストロブラスターが2月の25日から3月の3日までやっていません。えー、なので、3日まではね、ちょっと、 周辺のね、アトラクションを込むと思います。スペースマウンテンとか。あとはスターツアーズとか。えー、あとは、えー、っとね、モンスターズインクライトンドゴーシークとか、えー。その辺にバズの分が来る可能性があります。で、気をつけていただきたいのが3月のね、20日からプーさんのハニーハントがね、やらないんですよね。っていうことは、プーさんのハニーハントってもうトップレベルに人気アトラクションじゃないですか。それがね、 なくなるということで、もういろんなところに分散されると思うんですよ。だから例えばホーンテッドマンションだったり、あとはもう三大マウンテンだったり、えー、そういうところが本当にね、もうその分、プーさんの分混むと思いますので、えー、特に3月20日以降はね、もういろんなアトラクション混むと思うので、ね、気をつけてください。えー、それではですね、東京ディズニーシー、お次に行きたいと思うんですけれども、えー、シーはもっとやばいです。もう皆さんね、もうディズニー、 のことたくさん知ってる方だと思いますから、ディズニーランドよりね、ディズニーシーが混むっていうのはもうご存知ですよね。はい。ディズニーランドでもこれだよ。もう平日ピンクだよ。ディズニーシーもっとやばいですから。はい、ご覧ください。こちらです。ね。えー、もう真っピンク。ね、恐ろしいぐらいの真っピンクですね。もう全部の日が土日レベルだと思っていいんじゃないかな。はい。で、まず3月1日。ね。まあ、まだましな。 ついたちです。まだマシなんで日曜。っていうことで、一応ね、薄ピンクだけど、紫でもいいと思いますよ。はい。で、もうね、次の日の2日、混みますよ。うん。めっちゃ混みますよ。はい。で、あのー、ここね、2日、さっきも言ったけど、あの、入試ありますからね、混むよ。で、えー、3、2日よりは混むかなっていう意味の青ですから。はい。2日は入試があるから絶対混む間違いないんですけども、それよりも、ちょっとは好くかな。 ま、入試がない場合ちょっとくかなっていう意味の青ですね。はい。はっきり言って薄ピンクでもいいぐらいの青だと思ってください、ここは。で、4日もそうです。4日も入試ありますから、絶対混みます。100%混みます。で、五、まあ、も同じく同じ理由です。3と同じ理由ね。まあ、入試はないから、一応薄い、薄いっていうか、ま、濃い青にさせていただいているだけです。まあ、実際には鬼ほど混みますから。まあ、濃い青だけど、 土日レベルって考えていいと思いますもうめちゃんこ、激混みの平日。で、そんぐらいです。まあ制限はかかないと思うけどね。はい。で、6日ですけれどもピンクですね。はい。まあ、混むよね。うん。まあさっきも言ったんですけど、まあ金曜日、ね、休み取る方多いですからね。金土日で3連休にしちゃうとか、そういう方いるのでね。はい。で、7、8、まあ土日ですから間違いなく混みますよね。もうただでさえ平日ピンクですから。もうそれよりはもう間違いなく混むのでね。はい、7、8は混みます。 もうここからずーっとピンクしかありません。はい、9混みますよ。で、10ね、あのー、濃い紫になってるんですけども、えー、ここ先ほども言った通りですね、ランドの方で。えー、2つの県の高校が入試となっておりますから、もう2つの県の高校の学生たちがドーン来ますんでね。はい、10日はもう9とか、えー、この辺の薄ピンクよりもはるかに込みますよっていう意味で、濃い紫色にさせていただいております。で、11、12、13。 はい、もう混みますね。はい、平日だけども土日レベルですね。で、はい、出ました。14。はい、もう土曜日ですけれども、まあ、制限かかってもおかしくないでしょうね。この辺はね。うーん。もうおかないですよね。もう想像したくないですね。もうそのぐらい混んでますけれども。本当にやばいと思いますよね。14。はい。で、15。まあ14ほどは混まないでしょうっていう意味の薄ピングです。ね。まあもちろん混むことは間違いないですから気をつけてください。 で、16、17、18、19。ね、もう、平日ですけど、土日レベルだと思ってください。で、20、はい、出ました。え、祝日ですから、絶対ゴみます。絶対、もう信じてください。絶対ゴみますから。はい。で、21、中日ですから、絶対ゴみます。はい。で、22、絶対ゴみます。もうやばいね、これ。もうこの辺マジでやばいよ。はい本当に気をつけてね。もうこの辺しか来れない人し、は、しょうがないんだけどね。しょうがないけど、マジで避けるべきで、って言っとくから、もう本当に。 ね、信じてね、ジョマジョのこと。マジで、言っとくから。うん。で、えー、23,24,25,26,27。もう、もうこの辺はね、もう春休みバンバン入ってますからね。えー、もう、混みなすよ。もう平日関係ないですよ。で、28,29。えっ、ー、とね、年パスの除外日でございますから。28,29は、もう、制限かかってもおかしくないですよね。で、30、31。 えー、もうここもね、後半ですから、3月の後半ですからね、間違いなく混むことは間違いないということで、えー、紫色にさせていただいております。はい。ということで、こんな感じでしょうかね。ディズニーランド、ディズニーシー。いやー、おっかない。うーん、本当におっかない、ね。はい。で、東京ディズニーシーのアトラクションの休止なんですけれども、 え、1月の6日から4月の4日までですね、え、今現在、レイジングスピリッツがやっておりません。ま約3ヶ月間やってないのでね、あの、レイジングスピリッツということは、え、隣にあるインディージョンズアドベンチャーとかが、その分混むということですので、え、その辺ね、気をつけていただければと思います。あと3月の3日からですね、3月の5日、ま、2日間だけなんですけれども、マーメイドラグンシアターが休止でございます。ま、マメラグはどうでしょうね。ま、学生、どうかなぁ。ま、もしかしたら、 うーん、まあちょっと、まあはっきり言って休憩として使うかもしんないんですけど、あの、まあそこまでは変わんないかもしんないですけどね、マメラグだったらね。うん、まあ、とりあえず3月3日から3月5日までね、マメドラグンシアターは休止となっております。はい。ということで本日はですね、3月の混雑予想動画でございました。まあね、鬼ほど混みますから、マジで気をつけてくださいね。はい、もう本当にね、この時期年スはいないんですよ、ほとんど。 ね、なぜかっていうと混むの分かってるからですね。あと、はっきり言ってあの、学生結構ね、あの、態度が悪くてね、あの、それが嫌いっていう方も正直結構いるんですよね。まぁ、あ、ジョマジョ別にどうでもいいんですけども、あの、まあ、結構年パス持ってる方からするとね、あの、学生の態度がねあ、あの、あんまり好きじゃないからいかないっていう方も結構いるぐらいなので、まあ、本当にそのぐらいのね、あの、学生の多さになってきます。 はい。まあ、ジョマジの意見じゃないですよ。うん。周りの年パスターたちがね、そういう方が多いということですからね。まあ、ツイッターとか見ていただければわかると思いますけども。はい。で、あとね、あの、コロナウイルスとか、あと雪とかもね、降る可能性ありますから、まあ、そこに関しましてはね、あの、今回含めておりませんから、えお気をつけいただければと思います。まあ、コロナウイルスはわかんないですね。あの、今後の進行状況によってはもしかしたら、あのー、まあ、アトラクションとかやんなくなっちゃったりとか、 あとは、ショーパレとかやんなくなっちゃったりとか、まあ、そういうこともあるかもしれませんよね。まあ、今現在、グリーティングがすでにね、あの、手振れだけになっちゃってますから、フェイスのね。えー、なので、今後のコロナウイルス次第ではどうなるかわかりませんから、えー、まあそこに関しましてはね、本当に考えていませんからね。うん、まあ今まで通りの、まあ、例年通りの混雑予想で言うと、こんな感じですよっていうのを、今回ね、ご紹介させていただきましたので、そこはね、よろしくお願いいたします。まあ、あと、さっきも言ったんですけどね、あの雪とか天候悪い時はもちろんね、あの、隙いますから、はい。 もう、ジョマジの予想外れとも、まあそこは別に、あの気にしないでいただければと思います。なんか空いてたらっきーと思っていただければね、いいんじゃないかなと思います。はい。え、それではね、終わりにしましょう。え、最後に宣伝なんですけれども、え、2月のですね、え、23日、日曜日ですね、え、ジョマジがですね、舞台出ますので、ぜひね、そちらの舞台、来ていただければと思います。え、そして3月の8日、日曜日ですね、ジョマジの単独ライブ、まあお二人ございますのでね、ぜひそちらも来ていただきたいなと思います。え、詳しくはですね、下の方に、 URL 載っけておきますので、ご予約とかはそちらの方からお願いいたします。それでは、終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ジョモンジでした。ありがとうございました。バイバイ。